皆様こんばんは、ペルシアンと申します。今回はね、ちょっとね、豪華ですよ。今日はね、醤油ラーメンですね。さっきね、昼でもね、どっかの店でね、味噌ラーメン食べました。それぐらい私はね、ラーメン大好きです。で、今回ね、自分でね、これちょっとね、ちょっと薄い醤油ラーメンを作ってね、その後具はね、これ塊のね、鶏のね、もも肉とね、ちょっとね、刻んだね、長ネギを添えました。で、本来だったらここで終わるんですけど、これスーパーで安く手に入って自分で揚げた春巻きでございますね。今日はね、中華で攻めたいと思います。今日はちょっとね、お休みなどでね、今日はちょっとね、豪華に行きたいと思います。で、あとはね、これ今回初めてね、やります。試作でやります。これ焼酎のカナディアンドライ割りにしたいと思います。カナディアンドライです。これ私もね、初めてやるのでね、どんな味かは分かりませんがね、これでね、ゆっくりね、仕上げじゃなくて食べていきたいなと思っておりますね。ちゃんとね、今日はね、ちゃんとお腹空かせてやってますのでね、その間の間食はやっておりません。はい。でね、明日はもう月曜日ですね。お休みの方もいらっしゃると思いますが、体調を整えてね、お仕事に励んでください。以上でございます。大変短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。